ということで皆様お待たせしました。レジくんチャンネルの時間がまたやってまいりました。すいませんね、またまた来ちゃいましたね。ちょっとまずみんなに見てほしいものがある。これ行くよ、見てて。なんだと思う、これ死体じゃないよ、死体じゃないからね、行くよ。てせやばくないっすか、これわかるかな、見て。そうなんですよ、 PC ケースマジででかい。多分僕入れるっすもん、この中超でかい。なんで買ったかっていうと、まあいろいろね、ちょっと待って、この動画の説明しなきゃね。なんか最近フォートナイトカクつくことがあって、ちょいちょいで、多分おそらくですけど、熱暴走、熱のね換気が悪くなってて、熱暴走多分してんのかなと思うんですよ。今こんな感じでやってるんですよ。もうね、扇風機直に当ててんの、ほらじゃなきゃね、冷めないの。今日はね、それをこっちに変えて、あの最強のピーチを作ろうという回でございます。正直言ってめっちゃだるいんだよな、この作業。よし、早速やるぞ。まずはコードを抜く、全てのコードというコードを抜く。はい、ということでサラチューになりましたね。これね、比べてみるとね、すげえでかさがわかると思う。見てくださいよ、これ。こっちがもともと使ったやつね。1.5 倍はあるね、でかいね。はい、ということで今から全部抜いていきたいと思います。見てこれ、 CPU クーラーとかね、すんごい取り付け方してるでしょ。この結束バンドですらない、なんて言うんだろうこれ。ちょっと先にグラボ外すか。はい、まずはですね、これが僕のグラボですね。 GeForce RTX 2080Ti っていうやつですかね。なんか書いてある場所がないですけど、まあちょっとバカでかい、ギリギリだった。でもね、次のやつだったら PC ケースならいきいきどんどんやってくれるんじゃないかなということで期待ですね。もう全部外しちゃおう。はい、ということでハードディスクですね。1個、2個、で SSD で3個ですね。で、4TB 256なんですかね。せっかくね、Core i9900 と RTX 2080Ti があるんだったら、SSD でね、動画作業もやった方がいいということで、もったいないと思うんですよ、その性能を生かしきれないのは。なんで、僕は今日、新しくね、買いました。これね、SSD の 2TB。これが一番容量でかかった。もうこんなの鬼に金棒よ。これで俺やったらもうチャレンジ動画マジで10分で出せるようになるかもしんない。結構ね、チャレンジの動画とかね、編集で時間かかっちゃうんですよ、固まっちゃったりして。なんで今日はこいつをまた新しく入れていきたいと思います。これが僕のクソ動画を作るに必要な記憶デバイス。次は電源外そうかな。はい、ということで取れましたね、電源さん。俺ちょっとね、次はちゃんと配線も綺麗にやりたいね、どうせなら。はい、電源取りました。なんていうのこれね、850、まあまあなやつかな、まあまあかな。そしたらグラボ取るか。 OK、 マザーボードも外れました。一時避難させるか。はい、これはもうちょっと使えません。ちょっと余ったパーツとかね、ここに入れてサブとか作っちゃったりして、どうしようかな。使わないんだよな、サブ作ったところで。まあでもね、1台くらいは作れるようなパーツがあるんで、まあ何かしらに使います、これは。はい、ということで次はこいつですね。これ剥がそう。これ剥がすのね、好きな人いるよね。音を静かにするね。うん、いい音。オープン。でかいな、めちゃくちゃ。うわ、でっけえ。マジででかい。これ作業しやすいね、いいね。もう早速マザーボードとかぶち込んでいきたいと思います。すっぽり入ったね。ちょっと画角変えよう。すっぽり入りましたね。この CPU クーラーの取り付け一番だるいと思うんだよね、個人的に。これ最初に折らせよう。そしたら見てよ、ハードディスク 1,2,3,4,5,6 台入るからね。グロ。このね、ネジ止めんのね、毎回ね、狭くて嫌だなと思ったんですよ、前。昔はね、昔っていうかミドルタワーの時はね。でもね、これなんだろう、フルタワーっていうのかな、これ。フルタワーの時はもう余裕で入るから、もういくらでも何発でも撃てますわ。撃つって言わないか。もうでもがっつり固定してきます。多分これね、ずっとこれで使っていくと思うんで、 Core i9 に RTX 2080ってもうほぼ最上位じゃないですか。今どうなんだろう、また新しいのがどんどん出てるもんな。でもまあでも当分これで戦うと思うんで、こいつはもうがっつり固定します。でもちょっと一つね、みんなにね、ちょっと注意してほしいことがあって、あの Core i9 と RTX 80で2080でやってからね、電気代が2倍になりました。大体マジでびっくりする。1万円近くいくっすね。まあどうなんだろうな、マジで電気代が跳ね上がってびっくりした。 OK、 初めて全てのビスをしっかり止めた。初めてよ、初めて。 CPU クーラーも止めちゃおうか。ほら、穴が開いててさ、ビス打ちやすいのよ。あ、これはありがたいわ。
オッケー、がっちり固定できました。今こんな感じですね。マザーボードとここに CPU クーラーがつきました。前までこの水冷、簡易水冷なんですけど、が、ここに来てたんですよ、ここ。なんで、もうこことね、完食しちゃって、メモリにも悪いし、それって。でも今はもうしっかりね、このパーソンズペアスができたんで、いや、これ期待大だな。オッケー、電源取り付け完了しました。ここですね。で、先にグラボつけたいんだよね。個人的にグラボをね。その前にあれだな、 SATA ケーブルだな、 HDD やな。意外と時間かかっちゃったから、もう早速グラボ取り付けちゃうよ。これちょっとね、 CPU から離したいんで2段目につけます。やっぱでかい、グラボでかい、めちゃくちゃでかい。はい、オッケー、完成ですね。ちょっと一回つくかやってみます。つかなかったらマジで泣くからね。はい、オッケー。もうね、見るからにエアフローが完璧なのよ。風出して、出して出して出して完璧なエアフローだ。はい、ということでね、ちょっとパソコンも電源ついて、もう中も閉まったんで、ちょっとまた配線とかブチ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 またやっていきたいと思います。実際にね、ちょっとアリーナでやって確かめたいと思います。アリーナ僕チャンピオンリーグ行ってるんで、終盤とか結構いい参考値になると思います。よろしくお願いします。あ、で設定は秒画距離以外全部オフ、最低で秒画距離だけ最高にしてます。 FPS の制限値は無制限で右上にずっと出てると思います。よろしくお願いします。まあでも人がね、5、6人、7人いるだけで240はもう全然超えないね、超えないね。無制限ってなんか逆に良くないとかっていう意見もあるんですけど、まあ今回はね、限界を調べるために無制限でいきます。ということで始まりました。あ、やっぱみんな降りてる時はちょっと下がるかなって感じ、うん、気のせいかな。まあまあまあ、まだバスの中で全然わかんないよ。すげえ、誰も降りなくなると結構一気に増えたな。あ、降りた瞬間ガクッと落ちるね。まあまあまあ、でも結構いい感じじゃないかな、いい感じじゃない。ちょっとリテールローいきますね。さあ、リテールローには 2,3 人いるかどうかって感じ。いやー、ちょっと低いね。どうだろうかな。まあまあまあ、戦ってみた時にどうなるか。でも 2,3 人いるだけで、あ、安定し始めた、安定し始めた。なるほど、どういったタイミングでね、負荷がかかるのかちょっとよくわかんないよね、難しいよね。ちょっと接敵したいな。どうですか、今目の前に敵がいるんですけど、安定しないな。240いったり200切ったり、とりあえず倒しましょう。実際に戦ってみます。どうだ、別にちょっと僕戦ってたんで危ね、よくわかんないですけど、そんな一気に上がったり下がったりはしてなかったのかな。人によんのかな。だいぶ終盤戦になりましたね。残り15人倒したいみたいな。15人で どんな挙動かな。まあまあまあ、240付近出てるかなって感じ。倒して、これは。うわー、くそ、ちょっと右上見えてないんですけど、まあアリーナにありがちの終盤ね、これ今。おお、倒したいね、これは。張り替えて、オッケー、よし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 。どうでしたか、ちょっと僕右上あんま見れてないんですけど、あれだいぶ安定してるな。でも残り人数、次のアンチでどうなるかなって感じ。これでもう最初アンチ、お、移動式ですね、移動式。だいぶでもいける。あ、怖い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 。まだ分からんな、まだ分からんな。もっと密接したいけど、100、200は超える感じかな。どうだろう、もうちょっと密接してみないと分からんか。残り人数が思ったよりも少ない。こんなはずじゃなかったのに。うー、怖い、俺倒せんな。あれショットも入ってるし、ガンガン詰めよう。安定してる、うわー、倒したい。オッケー、嬉しい。うわー、待って、グラップラ持ってんじゃん、いいね。どうだろう、無制限だとやっぱちょっと行ったり来たりで負荷か
かかってんだろうな、やっぱり。まあ、こっからよ、本番は。いた。いや、残る人数少ないな、思ったよりも。思ったよりも少ないけど、まあ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 。こんなもんだよっていうのは。冷たい。オッケーオッケー。まあ、この人数だとだいぶ安定してますね。300近く出てる。残り3人だったら、まあまあまあ。3人だったらなんかする。やっぱ人数っすね、残り人数。人数で決まってくる。これ勝ったでしょ、絶対。グラプラ持ってるもん。怖い。うわ、当てたかったな。いや、上からも下からも。危ない。うわ、残り1対1だ。1対1どう？安定してる？怖い。怖い。やばいやばい。ああ、終わった終わった。負けた。危ない。負けたくない。いくらかけたと思ってんだ俺は。負けないぞ絶対。あー、すごい、300突き出てる。1対1だと強えな。撃たれたりすると下がったな今。怖い。勝ちたい。怖い。ああ、もう取材がない。あ、終わった。勝っちゃった。イエーイ。はい、みたいな感じでね、実際にやってみました。ちょっと正直がっかりなところあるよね。ずーっと240超えてる。それくらいをちょっとね期待してたんですけど、期待すぎましたね。まあ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 、普通にやる分には全然これで困らないな。まあでも普通に出せる額ではないな。まあ結果的に言うと期待外れということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。設定がおかしいのかもしれない俺の。